6ですね。まあ、とりあえずキノコいっぱい添えてあるんでもらっといて、オンオフバチン打つわ。あ、したら不良ずれたわ。急にオンが変わって反応できなかったのか。危ね。ここはまあ一応キノコ残した方がね、今後のためになるんで。上ルートもあるか。いや、足場がないんや、そもそも。ゴリンです。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。1の1、バットイーツバー。バットイーツフォーですね。スタートー。なんやろね、1の1やけど、バットイーツフォーやから、まあ、ショートカットあるかもしれんね。いや、違うな。変なコースや、これ。土管とか狙わない方がいいね。とにかく突っ込もう。気絶するやろ、あいつら。ふっ、すごい勢いです。もう、気絶せえや。ワインカーブィ？デフォルトコースですね。スタートー。さあ、まあ、みんな取れるんだよね。こっからは競争やね。食らったらあかんからな、ほんまに。いかに食らわないかっていうのが問われるが、ふっ、あいつら食らってるもんね。ファイヤーがあるからさ。ファイヤーで敵どかせるから。どけ、こら。観念しろ。うわー、俺も観念せなあかんやないかい。うわー、くそー、くそー。そのまじ極エルメルがよかったのに、青い人。あそこにドッスン仕掛けてあったのに。ザラバラビア。謎解きコースですね。スタートー、どうやんやろう。ここで待ってれば鍵オープンか？あ、なんか、重さの関係上が連動してるな、これ。ほら、重さが連動してた。さあ、俺も USA もらおう。で、さらに鍵入れた！押した、俺や！ほんで、次が？押してもらおうか。押してもらって、あ、上になんか、ボタンバッシャーズがあるな。ほんならどうなる？あ、もう一個あるわ。ここ、ここ、ここ、ここ。よし、オープンした！さあ、ずれたぞ！いきます！もう一丁？何これ？全然意味わからん。あ、上行けんねんて。ふっ、ここや。ルイージお3回。押したらへん、押して。まあ、だめ、これぐらい負けへんやろ、押したるわ。感知取ります。ほんで？なんやろ？とりあえずオン放送か、俺。えい。わしゃ、ほんで次なんかあれちゃう、重さちゃう。おっさん出た！させるな！うわ！頭かすな！もう！よし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 ！チャンスありです！ルイージあいつは置き去りや！ふっ！さあ、Pスイッチや、Pスイッチ！よいしょ！どちら！さあ、どうだー！やったにゃー！後ろにヨッシーズローリング。ヨッシーズローリングかこーん。さあ、なんやろうね。ヨッシーがどっかで出るのか出ないのかという。出た！よし！マリオ切れすんぞ！無理すんな、無理すんな。飯食ったろか？えい！よし！あんま無理するようやったらね、あえて食ってあげた方がね、一体冷静冷静になると思うんで。やばい！感知取ります。裏は、まあ、いっか。はは、危な。なんか普通に、やられそうやったからもう逃げた。マリオにやられるなと思ったんで。よっしゃ、ここから勝負ですよ。中間あったよな。中間あった、中間、マリオ中間取ってないんちゃう。おっしゃ、そういうプレイングすると、当然リスクありますからね。子猫ちゃんも中間取ってないから。ふっ。あ、子猫ちゃん中間取り戻ったんじゃない。子猫ちゃんあそこから来おへんことある。裏ルートか。いや、裏ルートはないはずや。よっしゃー。俺としてははちゃめちゃに嬉しいよね。ターナメント。スタートー。ピンクです。行きましょうか。トーナメント式バトルコース。ふ、わずかにリード。このリード大事にしていきたいよね。ほっ。せーのっと。マリオがね、みんなでやり直しませんか言うてくれてるんで。できればマリオ買ってほしいな、相方。トーナメントやから多分、ここで決着ちゃうやろ。ほっ。もう一試合あるはずやで。ポン、ポン。そして、今んとこ1位かな。し、マリオ上がってきてくれ、相方に。そうすれば、もし、決勝戦で負けてしまっても、みんなでやり直しを宣告すれば、もう一度チャレンジができます。ふっ。マリオうまいな。やるじゃねえか。ルイージたちは、気絶したか。ふっ。巻き。いや、すごいな。これなんでトーナメントなん？トーナメントする必要あった？ほい。こんなトーナメントじゃないよな。普通にまたこれレベルやったよな。スタート！脱走できない。さあ、みんなにやり直しの権限があるので、マリオ助けてください言うてんな。そうやな、最初のジャンプ俺苦手やぞこれ。ふっ、よし、いけた。ポン。
さあ勝てば問題ないですが、負けた時はみんなにやり直しがある。でも青い人がやってくれんと無理やな。これよし、勝ちは問題ない。先手取れたよ、抜かされたよ。ルイージたちは気絶した。ふっ、苦手のジャンプ調整。全く問題ございません。やりました、ゴリン。びっくり、クッパジュニア3体ですね。かっこー。さあ当然びっくり振ってくるよね。それフラフラ取りまくることが一番いいかな。気絶さえしなければチャンスあるから。さあいいよ、気絶しないように回転ジャンプでごまかしていきたいが、どうだ、ドカーン。さすがに捉えきれないだろこれは。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。砂漠、さあどうさ、ルイージどっかいたぞ。うわー、なんじゃその新技は、くっそー。うわー、なんてこったー。すごいやつがいた。嘘だろ、え、ルイージも引っかかってる。え、ルイージも引っかかったぞ。なんじゃこれは。ひでえひでえひでえ。マジかよ、そんなことあります。マジでやばいって、こんなん。まだまだ引っ掛けられるって。行こう、間に合え、間に合った、よし間に合ったぞ。よっしゃ、すごいなルイージ。そこまで知っていたのか。ってことはルイージプロの方やな絶対。ほら絶対早いやん、あいつ。そんな小細工せんでも絶対上手いやつやん。ほっ、さあどうでしょうか。ルイージめっちゃ速い。うわー速いな、抜かせないかこれは。ほっ、ルイージたちは気絶したですね。ふっ、そしてくるんくるん。あれはちょっと面白すぎるな、ルイージの超作詞っていうね。いやーやばすぎやな、ほんまにやってることが。あ、条件達成しましたかと思ったら、もうゴールしてたんや。フォーマリオレーススタート、ピンクです。行きましょう。さあマリオレースです。さあ誰がリードするんでしょうか。ふっ、まあ、ここはまあみんな同じようなブレーキ対決だもんな。さあルイージ終わった、ルイージ無限ループから抜け出せません、使用上。あ、抜け出せるよ。ははは、踊り狂ってたからね。うわ、なにこれ、わらわれた、わらわが。ふっ、なにこれ、上からもちくわ降ってくんねんけど、やめてくれる、そういうことすんの。やばい、青に行かれたな。間に合ってほしいけどな、普通に。なんでこれ行かれへんねんけど。こうか、難しいコースですねこれね。よし、なんか抜かし要素まだあると思うから、これぐらいやったらポコンでどうだ。さあほらこれでポコン、どうだ、ほら来た、チャンス、チャンスタイムです。ふっ、ビッグのまま桜吹雪の中、どうでしょうか。よーし、やったかーって、なんでやねん。終わった。マッシュルームミネ、マッシュルームミネですね、まあ、当然直接ゴール狙いたいよね。ふっ、いやーマジか。まあそういうことが、マインってことは洞窟入っていくから無理か。行きましょう。さあここはまあまあ4番手ですけど、多分掘って掘り掘りせやと思う。そうやろ、マリオ取ったんかな。マリオ取ってないね。なので青い人か俺がいないと多分進めない。さあフリオ、あ、ルイージやったるわ、安心して。そんなんやめて、地味に腹立つから。ほい、さあ下ルート上ルート分かれて、さあどうだ、危ないぞ。なんか変なとこに時あるからねこれ、食らってまうよな。そうやな、変なとこにトゲあるから。こら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 、いたずらすんなほんま。よし、ナイスマリオ、ありがとう。よいしょいと、ほい、そのまま降りていきましょうか。よし、中間からヒップドロップですね。で前取った、よし、あとは後ろの人が押してくれるはずやから、押してくれ押してくれ。ただ戦ってんぞ、押してくれるどころか。さあ格闘してる、ふっ、ゴール、
キャンセルから、ワン、ツー、スリー、フォー。よっしゃ、いいよ。まだまだ深そうやな、でも。真相が深いね、これね。ほら、まだあるわ。マリオ来てもだな。で、マリオ押してくれる人やな。サンキュー。どうでしょう？さあ、これで上階上がりましょうか。最上階。どうやら抜いてんな。最上階まで上がっていきます。すごいコースやな、これね。ちゃんと端っこにパイプ設置してあったんや。生土管か？こんな下がってきたんや、俺ら。あっという間に。一瞬やったよな。すごいな、この探検隊可愛らしいな。みんなでヘルメットかぶってな。いやー、まだ負けよ、猿。入り込んでしまえば抜かせへんから。やばい、パンチングで抜かされんのか？大丈夫、危ない危ない危ない。スーパーマリオブロスワールド1。さあ、ワールド1の1の可能性あるんで、土管のショートカット狙おうか、これな、ちゃんとな。さあ、フリオずれたな。どうだ？よいしょ、まあ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 、まだまだ。チャンスあります。しかも、マリオブロス1やから、1から1の2、1の3、1の4まであるやつかもしれんな、これもしかしたら。1の1とか書いてなかったから、多分1の2もあるわ、これ。ほらね。うわ、あいつ、えらいスムーズやな。青いとハマってもったぞ。フラワーの生取り。そう甘えたプレイングは許しません。ふっ。かわす？もう！マリオ、マリオ、頭貸してくれ、マリオ。乗ってください、マリオ、マリオ、マリオ、お前、土管入るなよ。乗ってよ。落ちてこい、落ちてこい、落ちてこい。うわー！